忙しいこの期間の中でハマっているものだったり癒しになるものって。私がお風呂に入るのがすごく好きなんですけど、入浴剤の種類って本当にたくさんあると思うんですが、その中でもやっぱりその地方地方で有名なものを入浴剤にしているものとかもたくさんあると思うので、そういうのを買ってお風呂に入って癒しを求めてます。お気に入りあるんですか？お気に入りですか？最近はですね、牛乳の香りがするエプソムソルトの入浴剤と抹茶の香りが、実際に抹茶が入っているエプソムソルトを買いました。牛乳ですか？牛乳です。牛乳の匂いがする。ミルク。小さい頃からミルクの香りがする入浴剤がとても好きで、やっぱり今年は新しいことにチャレンジできる機会がたくさんあった年だなと思ったので、それを生かして来年もまた新しいことにたくさん挑戦できる年になったらなと思います。具体的にこれやりたいとかあるんですか？個人だとやっぱりいろんなコンセプトのいろんな撮影をしてみたかったりとか、あとグループだとやっぱりワールドツアーをまだやっているので、もっとたくさんの国の音質の皆さんに会えたらなと思うのと、あとミサモとしてデビューしたので、いつかはミサモでもツアーなんかができたらなと思います。